最後にいい思い出をね共に作れたらいいなと。そうだから今日闘牛来てるのを見たみんな。あ、ねえ、もう早速いますもんね。そうそうそう、はい、あれが普通にこの辺で散歩してるわけよ。おお、闘牛が散歩してて、うんうん、ポンジョーノートさんが闘牛を散歩させてた。ちょいちょいポンジョーって出てきますけども、ポン同級生、ポンジョー、ね、ポンジョー、友達、はい、ポンジョーノートさんは闘牛を散歩させてて、はいはい、よく闘牛がうんこするんですよ。おお、当時はあのうんことか片付けなくていいっていう。はいはいはい。もう本当にこんな山盛りの当時はとかあるんですかね。それお前だけの見解じゃないかそれ。歩きながらうんこするんですよ。うん、おお、そこがまあ。まだそういうのにね、今日のポイントうるさくない時代でしたからね。今日のポイント、今日のポイント、もしかしたら今日ね来てるこの闘牛もすごいやっちゃうかもしれない。すごい運行してくれる。これも見ものですね。見ものです。出るタイミングみたいなものも、はい、ということでリーダー、はい、始まりましたけども、はい、今日どんな一日になりそうですか。いやもう本当に楽しみですね。うん、本当に昨日も楽しかったんですけど、昨日はまあリアでね、はい、あの現地リアで音の嵐に来ただけですけども、はい、昨日からもすでに楽しかったと。そうなんですよ。ほうほうほう。だからもう今日は多分それを多分超えてくる。超えるだろ絶対。超えてもらわなきゃ困るよな。困りますもんね。困りますよ、ね、よろしくお願いします。りょうさん、はい、髪の毛の色も気合入ってますね。はい、今日はもう気合入れてますよ。染めてきたんですか。はい、よろしくお願いします、ね、お願いします。この後バスケットもありますんでね。そうですよ、はい、はい、気合十分ということで、はい、よろしくお願いします。さあ、じゃあここでちょっと一曲ねお届けしたいなと思いますけども、うん、11月の1日リリースのユニキの中から、はい、チラチラリズムをお届けしたいなと思います。どうぞ。
はい、お聞きいただいたのはチラチラリズムでした。まあ、このテレビズナイトっていうイベントはですね、はい、まあ、いろんな場所を転々としてますけども、うん、近年はまあ沖縄市の小沢ミュージックタウン音市場の方で、行ってきましたけども、そうですね、今回は、うん、まあ、場所を変えて、はい、小沢運動公園内にある野外ステージ、はい、まあ、通称闘牛場の方で、行っております。この闘牛場がね、アリーナ建設のためになくなってしまうということで、うん、我々にとってはまあ思い出深い場所の一つでもありますし、うん、そこで最後にね、みんなでいい思い出を作れたらいいなと、そうですね、いうところからの今回のまあ開催になりますけども、はい、いやもう沖縄県内の方たちだけではなく県外からもたくさん今日来ていただいてると思うんですよね、うん、だからちゃんとこの沖縄っていう場所の、うん、もう味わってイベントとともにね、はい、行ってほしいなと思いますけども、うん、このテレビズナイトのちょっとまあ、おすすめするポイントみたいなものをですね、うん、皆さんに伺っていきたいなと思いますけども、今回のこのイベントフードみたいなものもね、まあ、充実してると思いますが、はい、山さん今回やっぱりこの長丁場ですからちゃんと飲んで食べて、そうですよ、見てもらわないと、かなり体力的な消耗もね、うん、激しいと思いますから、いっぱいある中で何かおすすめのものとかあります？やっぱ富士宮焼きそばとか来てるさ、片言ですね。はい、知ってるみんな、うん、富士宮焼きそば。お前が最近覚えたてみたいなの。あの B 級グルメを一世風靡した、一世風靡した富士宮焼きそばですよ。使い慣れてないな。みんなそれが沖縄に来てくれてるんです。いや来てくれてる、うん、沖縄で食べれるのは珍しいですね。そう、確かにね、うん、それはもう県民も喜ぶからね、うん、確かにね、なかなかここでね、うん、まさか沖縄で富士宮焼きそばを食べるとは。富士宮焼きそばって言える喜びみたいなのを感じてるでしょ。そんな難しい言葉じゃないからな。りょうさんは何かありますか？僕はあの元友達がやってくれてるんですけど、パナマ原人っていうのがあって、どういった流行りの、本当にあれですね、沖縄帰ってきて普通に行ってる場所 で同級生なんですよ、友達、うんうん、なんで仲良く。どんなものが食べれるんですか？バーベキューですね、だからチキンとか、うんうんうん、バーベキュー料理、肉系か。肉系です。肉をがっつりと、はい、食べて力をつけてっていう感じですね。そうそうそう、はい、今日はあの闘牛カレーっていうものも販売されてまして、うん、はいはい、で、まあ、あの実際闘牛もね、会場まで来てくれてますけども、うん、まあ、ちょっと複雑な思いでそれは食べないといけないですね。そうですね、うん、闘牛を見ながら食べた方がいいですか？なかなかでもそれがあの食せるっていうのはないですからね、うん、はいはい、これを機会にっていう感じですけども、まあ、このライブ会場とは別でもなんかおすすめのスポットとかありますか？ヨウさん、どこかおすすめのスポット、食べるでも遊ぶでも何でも、まあ、沖縄市周辺で言えばなんかあるかな。うんうんうん、大丈夫です、これは収録なんで。この辺はサクッといくようになる。でもうどんのことを今考えてたんで、おうどんの名前が出てないなっていう中での質問だったんで、うん、はいはい、なるほど、全然回らないです、頭。わかりました、これそのまま。あのうどんもおすすめですよ、ね、うどんも今日出てますからね、はい、そうですね、わざわざ来てくれて、来ていただいてますからね。自分たちもすごいあの四国に足を運んだ時に、いろんなお店にね、うそうだよね、だから全国いろんなところで僕たちが食している、うん、美味しいものを今回このテレビズナイトでまた ね安くて美味しいみたいな、うん、まあね、いろんなものを食べて水分も取って、うん、一日丸々楽しんでいってほしいなと思いますけども、はいはいはい、じゃあリーダー、はい、この辺はもうね本当に僕たちのこの地元ど真ん中ですけども、はい、あまりこのガイドブックに載ってないようなおすすめスポットとかありますか？いや本当にあの、うん、あるんですよ。あ、それをじゃあぜひ今日は聞いていたいですね。さっきもあの話してたんですけど、うんうん、あのサンファミールっていう。サンファミール、あの本当にここからあの5分ぐらい、5分行かない、車で5分ぐらいですかね、まっすぐだね、うんうんうん、分かるでしょ。いや僕は僕は分かりますけども、それをあの上手に説明してあげ、何屋さんですかそれは。一応、うん、レス
ストラン、ファミレスか、ファミレスの先駆けですね、うん、あれは。そうだからファミレスが本当に流行る前にはあって、うん、それこそあの淀川事件の頃から、いやそんな古くからの歴史ありましたっけ。ああっ、そうでもないと思うけどな。多分淀川の頃にはいない。いやあのさ、できるだけそのまま編集の手間取らずに行きたいのよ。あ、そういう感じ、ね、うん、できればね。編集する時間あんまないんだよ。めんどくさいことしないでくださいね、今日は、はい、よろしくお願いしますね。老舗のファミリーレストランっていうね、うん、ありがとうございます。ただそんだけなんだけど。さあ、だからまあ県外からもたくさんいらっしゃってるということで、うん、まあ、このイベントだけじゃなくね、あのいろいろなものも観光も含めて楽しんでいってほしいなと思いますけども、うん、はい、今日はまただからこのメンツがすごいんですよね。そうですね、うん、今もスタートしてましたけども、はい、スケートボードだったり BMX だったりっていうのが、うん、もうフリースペース無料エリアで見れるということで、はいはい、ありがたいですね。で、まあ、この音楽部門というかバンド勢で言ったらフォーリミが来てくれてね、はい、スキャンダルが来てくれて、はい、通信中が来てくれるっていう、うん、で沖縄の星ビギンさん来てくれましたね。来てくれましたよ、うん、もう本当にありがとうございます、はい、あれなんか怪しいゆるキャラが通っていきましたね。ほう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 、なんですかこれは、ゆるキャラ乱入的な段取りにはないこの展開。よく沖縄市のさ、うんうんうん、で配布してるなんか、うん、ものに載ってるよね。おー、うちわとかさ、あ、パンフレット、これはよく見るな。エイボー、エイボーくんが、うん、何このラジオに遊びに来てくれたんですか。おう、だいぶまだ今ね、いろいろと準備してるみたいですけどもねー、だエイボーくんも今日何遊びに来てくれたみたいな、ちょっとお話伺っていきたいなと思います。ね、あのセットのテントに頭をぶつけてしまいましたけども、これエイボー君のマイクってあるのかな。エイボー君はカンペで、あのまずカンペで、エイボー君は喋れない設定か。エイボー君は喋れません。なるほどね。じゃあ、あの沖縄市が生んだもう大スターですよ。もうゆるキャラのくくりでいいのかな、これは、うんうんうん、あれですけども、はい、エイボー君です。皆さん拍手でお迎えください。こんにちは、レンジさんっていう風にね、はい、はい、詩がうまく書けないみたいですね。なるほど。つに点々みたいになってますけども、エイボー君今日、お、そしてファンの皆さん、お、なんだろう、こんにちはーっていうことかねえ、いやかわいい。もうやっぱこれエイサーって皆さんご存知ですかね。沖縄のこの太鼓どん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 鳴らして、これ沖縄市っていうのはこのエイサーのねが盛んな町の一つですから、まあ、このエイボー君もね、エイサーの衣装でこうやって駆けつけてきてくれてますけども、あ、こういうフリップでね、あのお話をするスタイルなんですね、うん、エイボー君ね、エイボー君今スラスラスラって書いてますけども、なんて書いてんだろうなこれ。エイボー君、あ、今日は、ちょっと今日は、なんだろうね、僕のぬいぐるみを1000円で売ってます。営業会営業をしに来たの1000円で売ってんの。そう、ブツあんの、ブツブツないのてか、エイボー君自分がもうぬいぐるみだけどなそれ言ったらそれミニマムはエイボー君が買えるんだね、1000円で。自宅でもエイボー君みたいな感じかな。テレビズナイトはどうなのかな、僕と会話する気はあるのかなテレビズナイトどうですか、今日一日楽しんでいってほしいなと思いますけども、エイボー君もさ、今日楽しみ、これ雨降ってたら今日大変だったね、エイボー君ね、うん、なんかおすすめのアーティストとかいるのかな、楽しみにしてるアーティストとかね、超楽しみっていうねこれはやっぱりもう収録向きですね、やっぱり生放送はきつかったかもしれないですね、うん、あ、エイボー君のぬいぐるみが登場ということで、かわいい、これが1000円で売られてるんですね、うん、ううん、あ、ミニエイボー君だこれ、ね、うん、
じゃあこれもぜひ皆さんね、余裕があればお買い求めくださいということですけど、じゃあエボク最後にさ、オレンジエンジンに今足りないことを一つ挙げるとすれば何ですかね。そのアドバイスだけもらっていいですか。我々に今足りないもの何かあれば。山内公園の掃除我々がね、もう曲も出してますからね、タイトル山内公園という曲の、だから山内公園の管理も全て我々がやった方がいいということですね。ありがとうございます、エイボ君でした。ありがとうございました、ね、いや可愛いですね。めちゃくちゃもう会場も盛り上がっておりますエイボー君はやっぱりもう全国的な知名度も高いですからね、はいはい、わざわざねこうやってラジオブースまで駆けつけてくれました。ありがとうございます。ありがとうございました。さあそんな感じですけども、うん、そうなんですよ、もうすごいアーティスト、はいはい、バンドさんもこう集結してくれました、うんうん、で我々のライブもおそらくあるでしょう、はい、ね、あるでしょう、まあ、だから最後までこの天気がね持ってくれるというか、うんうん、ね、うん、雨が降らないことを願うばかりですけども、はい、リーダー、はい、なんか楽しみにしているアーティストとかいますか。今日出てくれる中で、いやもう本当に、うん、昨日もそうですけど、はい、本当にみんな楽しいよね。本当にみんな楽しい。本当に楽しい。その中で一つあえてあげるとすれば、まあ本当全部そうなんですけども、うんやっぱり、うんうん、ビギンさんはもうやっぱり沖縄のね、なかなかね一緒に本当こうやってビギン先輩が我々が主催するイベントに出てくれるんですよ。本当にもうここがピークにならないことを願うばかりですよね今日ね本当だね、うん、でまあもちろん話せないんですけども、セットリストみたいなものも、まあ我々確認済みでして、あれはやばいな。やばいな。すごい。すごかったな。あれはやばい。うん、これはめちゃくちゃ楽しい。一曲目に。ああもうやめてください。言うな。えだ。こいつは本当に言う可能性ありますから。やめてくださいね。山さんは何かありますか。楽しみにしてるアーティスト。みんな楽しみですよ。はい。正しいと言えばスキャンダルかな、うん。スキャンダル。これどういったなんか付き合いとか我々との接点っていうのは。個人的にパンツが見たいんだよね。なるほどね。じゃあもうスカートでの衣装で着てくれることを願うばかりですね。今ちょうどみんな仲良くなってるから、はいはいはい、あわよくばパンツ見せてくれないかなと思って。ちょっと不純ですねそれは。音楽をちゃんと楽しんでいてほしいなとは思っておりますヨンさんは誰かおすすめのアーティスト、はい、バンド。フォーリミーですかね。フォーリミー、はい、なるほど。これ我々との接点みたいなものって最近ですよね。でもイベントでね、うん、県外ですけど県外の方で一緒にやったりとかもあったけど、なんか沖縄のイメージがなくて。確かにね、うん、でもスキャンダルもそうかな。沖縄のイメージがないから、この場所でどういうライブをぶちかましてくれるんだろうっていう沖縄の中でも沖縄市の闘技場ですからね。そうそうそう、このシチュエーションでさ、まさかね、うん、ね、自分たちより湿度がすごいですけども、若い子たちがさ元気な、あのね、音の爽やかな、ね、そうそうそう、どうやって盛り上がるのかなとは。楽しみですね。すね、はい、りょうさんはこれすごい髪型は気合入ってますね、はい、今日おすすめのアーティストじゃないの質問は。髪型すごいですね。でいいですこの後ねバスケもありますんで、はい、よろしくお願いします、はい、言わせないんかよ。さあ言わせなさいよ。じゃあここで1曲お届けしたいんですけども、うん、せっかくなんで今日たくさんねお客さんも目の前にいらっしゃるんで、誰かのリクエストが来たいなと思ってんですよ。何かある人いますか。はいね、こういう時って結構みんな上がるもんじゃないんだね結構少ないんだね上げる人ね。じゃあ真ん中の紫のお姉さん、紫のお姉さんとかしいけど、紫のお姉さんと花柄のね、はい、何か聞きたい曲とかありますか。気まぐれ兄さん皆さんの賛同得てないですけども大丈夫ですか。気まぐれ兄さんという曲探す、
これはモブプリさん何のアルバムに収録されている曲ですか。気まぐれ兄さんっていうのを探していただいている間に今日はどこからお越しですか。はい、群馬。うわーす群馬県人一緒の人が群馬県人がいるんだね、たくさん。いやだって今日はさ、あの関東とかめちゃくちゃ寒かったんでしょ。昨日とか15、6度まで下がって、ね、この気温差大丈夫ですか。今日入ったんですか、昨日入ったんですかね。えこの飛行機から降り立ってすぐこの湿気みたいなものねえ食らったと思いますけども、沖縄は初めてですか。何度目か3回目。あ、毎年来てるんだ。じゃあ今回どっかこのイベント以外でも遊びに行こうって考えてる場所とかあります？特に決めていない。いやもうありがたいことですよ。そうですね、このテレビズナイトをね、ありがとうございます。目当てで来てくれたということです。曲の準備 OK みたいですよ。できましたか、うん、じゃあお名前はちなみに美咲さん。じゃあ美咲さんがリクエストしてくれた気まぐれ兄さん、はい、聞いていただきましょう。どうぞ。はい、オレンジエンジテレビズナイト017闘技場ファイナル、会場から公開放送してますけども、収録してますけども、今聴いていただいた曲は気まぐれ兄さん、会場にいらっしゃる美咲さんからのリクエストいただきました。ありがとうございます。さあここからですね、ちょっと今回のこのイベントの MC も務めてくれている、うん、モバイルプリンスに、はい、ちょっとバトンタッチしまして、はいはいはい、ちょっとした企画をご用意しておりますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、
エイド番号4026番、モバイルプリンセス。ファンクラブにちゃんと属してるということですね。たまに開放で自分の写真が載ってて喜ぶっていう、お前特殊な楽しみ方だな。特殊な楽しみですけど、すいません、よろしくお願いします。お願いします。ではここからは、まあ、いらっしゃってる皆さんと、はい、オレンジレンジのメンバーの皆さんで、うん、ちょっととあるゲームを何すんの楽しんでもらいたいと思います。ああああということで早速いきましょう、うん、僕らはみんな維新伝信、よいしょベタなタイトルですね。何ですかそれは。いいね、今からですね、はい、オレンジレンジのメンバーの皆さんには、はい、ある質問に答えていただきます。でもう目のこのホワイトボードに書いていただくんですけど、はい、これでファンの皆さん指名していただいて、はい、その答えを当てることができるかという、うんうん、答えが一緒だったらもう、はい、維新伝信だという、はいはい、なるほど。ファンの皆さんが一緒だったらチューとかパンツとかパンツはいいな。パンツ困らせんなこのアプリは。ヤマさんがぶっ飛ばしてるなっていうあまあまあペースですけれども、はい、一応これ正解すると、うん、まあ、豪華景品もおあるんですか。ですか、はい、それは発表できないの。何百万円してますので何百万円そんなハードル上げないでくださいよ。あるんだね、裏にいろいろ用意してますので。よっしゃ、はい、まあまあ皆様ぜひね、うん、張り切っていきましょう、うん、はい、はい、では早速やっていきたいと思うんですけれども、うん、じゃあまずトップバッターどうしよう、ひろきさんからいきましょうか。俺から、あ、俺と1対1でやるってことね。はいはい、なるほど、いきましょう。じゃあ1対1です。俺の性格みたいなものも加味してってことね。そうそう、うん、じゃあひろきさんに、はい、答えていただくお題ですね。はいはいはい、ではじゃあ昨日食べた晩ご飯は。あ、これはもう俺のリアルなやつでいい。そう、リアルなやつを書いて、うん、他の皆さんがこの答えを予想して、はいはいはい、もう当たるかどうかっていう。なるほどね、はいはい、トリッキーなの食べてなければいいですけどね。これはね、はい、当たると思うな。マジっすか。うん、本当に。ちなみに昨日の昼は骨汁ですよね。骨汁です。ガジュマル食堂の骨汁食べてます僕、はいはい、夜は何だってことですね。夜は何だったかってことです。じゃあちょっと見えないように。これは当たっちゃうな、はい、ということで、じゃあひろきさん、まあ、昨日の晩ご飯ですね、はい、何を食べたか書いてください。はい、あ、なんかこれ最初からすげえサービス問題みたいな。そうですね、まあ、いろんな質問想定してますけれども、まずは昨日食べた、うん、はい、ご飯はということで、はい、書きました。はい、うん、ではひろきさん答え出てます。皆さんカンニングしないでくださいね。はい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 、ではひろきさんの答え、うん、分かるぞという方挙手お願いします。あ、すごいな、リアルな手の上がり方ですね。やっぱ一心伝心してますから我々と繋がってるぞっていうファンの皆さんっていうのはね。じゃあもうせっかくなのでひろきさんがまた、うん、ここで証明したいなと思っておりますよ、はい、じゃあ目の前の黒い T シャツの、はい、はい、お姉さん行きましょうか。はい、あ、手挙げたのにどうしようですか。はい、じゃあせっかくなので、お名前お伺いしてよろしいですか。手挙げまんだな。ココイチ。あ、ココイチを食べたんじゃないかと。といえばいう回答でございました。カレーが好きですからね。好きだからね、はい、うん、ではひろきさん答えの方よろしくお願いします。それではオープン。金秀のお弁当でした。あー、パー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 。それ人力なんだ、その音。残念だな。当たると思ったけどな。当たらんだろ、これ。金秀の弁当ね。いや、まあ金秀はみんな行きますからね。ね、いや、12時まで空いてますし。行ってるかなと思ったけどね。ヘディも使えて。残念でしたね。はい、いやー、そうだね、バイトしてたことあるもんね。いや、ちなみにこのすぐ車で、というかもう歩いても5分のところにあるんです。あ、山内の金秀で。山内の金秀、はい。僕はもうアルバイトしてましたからね。はい、ということでございますので、残念でした。まあ、皆さんももし夜食べるの困ったら金秀のお弁当。いやいや、もっとあるからたくさん。、うん、金秀も美味しいけども。はい、はい、ということでこんな感じで、はい、他のメンバー、じゃあヨウさん、はい、行きましょうか。ヨウ、はい、ヨウ、はい、ヨウさん、はい、ということで、はい、まあ、ヨウさんもちょっと質問に答えていただきたいんですけど、うん、これちょっと私も聞きたい質問あります、はい、ヨウさんに答えていただきたい質問が、うん、ライブ前に必ずやることは、多分メンバーの皆さん各々でライブ前のなんかルーチンみたいのがあると思うんですけど、ヨウ、うん、さんの中で自分の中でこれっていう、うん、ものがあればぜひ。 OK、 はい、はい、ありがとうございます。では書いていただければと思います、うん、あ、もう書いていい、はい、大丈夫。ではじゃあ皆さん見ないでくださいね。はい、今維新伝信クイズ、ヨウさんへのお題はライブ前に必ずやることはでございます。
ね、まあ、もしそのヨウさんのこのね、なんかやってること聞いて自分の仕事前とかね、大一番の前にちょっと伝えるかもしれませんので、はい、我々もいつも見てますから、はい、もちろん分かってますけど、分かってますか、はい、書いてよ、ありがとうございます。お客さんの皆さんがどこまで把握してるかってことですよね、はい、はい、ではヨウさん今答え書いてますけど、はい、この答え分かるぞ、以心伝心してるぞという皆様、手を挙げてください。お、なんかこれは難しいかもしれないです ね、まあ、ね、なかなか大和さんもね、うん、あ、促してた、煽ってたわけね。じゃ あ、 あの、うん、せっかくなのでヨウさんが、じゃあ、はい、あ、じゃあ左側行けますか、うん、あ、うちらから見て左側、はいはいはい、後ろはもう見えてる可能性ありますからね。じゃあ手前のあの水色の T シャツ、はい、はい、青い青い、はい、女性の方ですね。はい、じゃあこんにちは、じゃあクイズの答えでございますけど、ヨウさんライブ前に何してるか、こちら答えてください。ストレッチ。ストレッチ。ストレッチね。ヨウさん。やりそう。答えはいかがでしょうか。はい、正解です。おー、おめでとうございます。少し練習、一心伝心ですな。なんでだ、素晴らしい。なんで知ってんだ、うん、ちょっと見たんじゃないのか見てたの疑惑がねいやいや、でも一心伝心でございます。おめでとうございます、うん、おめでとうございます。それでは、うん、素敵なプレゼントがございます。何何、スタッフの皆さん、これ何があるんでしたっけ。後ほどスタイル、今渡すの。一応紹介だけしておきますと、はい、重たい、重たい、めっちゃ重さ、持って帰るの大変だろ、本気な景品。本当のやつじゃん。本当のやつです。欲しいけど。エンボー君とかじゃないのこれは一応ちょっと荷物になるので、これすげえ、後日ちょっと発送ということで。これは何なんですか、これは何なんですか、ミキサー、重さ、重さ、これは、こんな高価なもんもらえるのごめんね、ココイチ。もっと頑張ったよね、これもらえるって知ってたら。はい、すごい。いや、これすごいわ。はい、これが、500円引きで購入できるということですね。やばい商売じゃないですか、こんな人集めて。はい、はい、おめでとうございます。では、はい、続いて、以心伝心クイズいきたいと思いますけれども、はい、じゃあ、もうずっと大活躍の、じゃあ山本さん行きましょう。山本さん、はい、こうしてるじゃんいやいやいや、はい、では山本さんにもいろいろ聞きたいことあるんですけれども、どうしよう、これ聞いていいですかね。じゃあ初対面の女性のまずどこを見る。初体験の話。いやいやいや、初体験の女性のどこを見るって言ったらまたちょっと限定されてくるかもしれない。本当なんか部活の無理に。これはあれじゃない、ちょっと簡単な質問すぎて、ね、多分みんなわかると思うよ。だってもう V 言えばいいだけだもんね。もうもうもう、うん、絶対もうみんなわかる。わかりやすい、どこだ。でもね、2つの派閥に分かれるじゃないですか、大体。でもいろんなところでヤマ喋ってるからな。もう今日ここにいる人にいっぱいもうヒントをあげてるから。行きましょう。じゃあ行きましょうか。はい、それでは以心伝心クイズ、大和さんへのお題は、うん、初対面の女性のまずどこを見る、うん、はい、ではこちらお願いします、ね、じゃあもう見えないように書いていただいて。ちなみにリーダーはどことかあるんですか、どこを見るとか。リーダーは、はい、あ、僕ですか、はい、どこだろう、いろいろ変わってきますけどね、年を取る、重ねることによる、ね、今は今、そうそう、じゃあ今現在はどこ見ますか。今は足とかお尻とか、リアルなやつでもいいです。リアルなやつお願い最近ちょっとくるぶし、くるぶしくるぶしくるぶしを今確認しちゃう。くるぶし出した方がいいんじゃない、みんな。まあ季節、もしくは隠した方がいいよ。季節的なものもあります。いや、どういうこと、こういうのはマジで答えるんですね。恋しくなってもう書いたみたいで、山さんできましたかね、はい、です。できました。じゃあ山本さんの答え、私分かるぞ、一心伝心してるぞって方、挙手して挙手。はい、手を挙げてください。山さんはね、では山本さん、どの方締めてますか。せっかくあっちに男の人もいるからさ、ニット帽の眼鏡の男の人とかね。あ、なるほど、男性目線のってことだね。そう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 、やっぱ共感を得てると思うんですよね、男性だから。来、うん、れますかね、近い部分あるかもしれない、うん、絶対当てれると思いますよ。はい、
じゃあ答えていただきましょうか、うん、山さんが初めて初対面の女性見る場所はどこっていう。パンツですごいなでもね、うわすごいな。やっぱ初対面はパンツ見ますよね。いやいやいや、ね、お前の書きそうなことをただ読んだだけだから彼はでもそれだけ俺読まれやすいってことでしょ。いやお前は分かりやすいんだな。どんだけパンツに目がないですか。いやずっとパンツの振りはしてたからな。そうそう、いやすごいすごい。あとすいません、重大発表がございまして、はい、これ商品1個しかないです。だから先ほ どあの当たったお姉さんと、うん、お兄さんで、うん、最後は相撲取ってもらいますんで。相撲するんだ。最終的には相撲なんだ。一つのこのジューサーを争うっていうスタイルになりますんで、はい、よろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします、はい、今のところまさかこんな当たるとはね。2人じゃ権利を得てるということですけどもね、うん、はいはい、わかりました、ありがとうございました。まあこんな感じで続けていきますけれども、はい、じゃ続いてりょうさん、はい、いきましょう。はい、りょうさんにもう聞きたいクイズなんですけれども、最近やってしまった失敗談。オッケー。たくさんあってもそれ絞れないでしょう。ね、まあちょっとここでまあまあいろいろ聞きたいことはあるんですけれども、たくさんあるね。でも自分でだから自覚してるってことでしょ。たくさんやってんだけど、はい、まあ、この辺はもうファンの皆様も、ね、うんうん、もう気づいてると思いますけれども、はい、あ、これは当たらないだろうと。当たらない、ちょっと隠しながらやったみたいな。はい、はい、ということでね、まあ今日本当にね、イベントに向けてやっぱ量産ファンもたくさん来てると思いますけども、これでね、全然一人も上がらなかったら面白いよね、回答権を。ね、いや変なダチョウメソッド使わないでください。これでね、さあ答えてくれる人っつって手上がらなかったら面白いよね。そうだね、そうだね、誰もね、こういうの傷つくんだよな。こういう傷つくやっとくこれ、やっとく。それではいきましょう、新年新クイズ、りょうさんの答え分かるぞという方挙手お願いします。誰も上がらない。じゃあじゃあちょこっと上がるのやめよ。上げないなら上げないで決めよ。優しいんですよみんな。誰も上がらない。はい、じゃあもうりょうさん、もうこのね、上げてくれてる皆さんの中から、選んで、もうね、もう決めてたの、お、この、はい、あ、ボーイ、ボーイ、ボーイ、あ、ボーイ、あ、このナイキボーイ、目の前にいるボーイに。はい、じゃあお兄ちゃん、りょうさんの失敗談なんだと思いますか。待って、ちょっとヒントあげるわ。あ、ヒント、あ、優しい、優しい、やっぱりヒゲ、ヒゲ、ヒゲのヒント、なんだろうこれは。ヒゲに関する心配だ。ヒゲはどうしたんだっけ。だもう大ヒント、大ヒントだぞ。じゃあ行きましょうか、うん、それでは回答お願いします。ヒゲ剃りを忘れた。ヒゲ剃りを忘れた。なるほど。正解は、あ、どうなんだろう、ヒゲ剃りミス。あ、惜しいな、これ正解。これはヒゲ剃りを忘れたってことじゃないの。そういうことだな。あー、ね、正解。現場に、ね、持ってくるの。なるほど、すごい。いよいよこれはもうココイチの人がかわいそうです。残念で。はい、じゃあお兄さんもまた後でね、正解したのでちょっとプレゼント分け合いましょう。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、はい、すごいな、まあ、ちょっとヒロキさんが優しいみたいになりましたけど、やっぱミス化されてるな。そうだな、一心伝心してるな。ありがとうございます。はい、それではじゃあ最後になりますけれども、うん、はい、もうリーダーいきましょう。リーダーは読めないなぁ。だいぶ顔色が戻ってきましたね。謎に包まれているミステリアスな男ですからね。はい、もうなかなか当てきれないと思いますけど、じゃあこのお題聞きたいと思います、うん、はい、最近気になったニュースは。あ、もしかしたらなんかインスタがなんだで ね社会性がありますね。やってるかもしれないよこれ、うん、最近気になったニュースは。気になるニュース、まあまあまあいろいろありますもんね。いっぱいありますからね、最近は。もうスポーツなのか、政治なのか、政治でもね、今経済もね、まあいろいろあります、ね、選挙もありますけど、あ、もう本気にリーダー考えて、日頃何を見て何を考えてオレンジレンジの楽曲、そしてデロファミリアの楽曲っていうものが作られているのかっていうのがここでまた垣間見えるかもしれないですね。早く書けよお前。必死に繋いでるだろうがこっちが。ね、最近見たニュース、同時に皆さんもこのニュース、時事ネタみたいなものを把握してないと難しいですね。そうですね、今回のこの問題中書きました、うん、書きました、できましたか。ではリーダーの回答ですね、最近気になったニュース分かるぞという方挙手お願いします。あ、上
はい、ありましたね。なんかもうオールスター感謝祭みたいにこう話し合ってね団体戦になってますけど、じゃあリーダー、どの方に回答してもらえますか。つながってそうな人指名してください。どうしましょうか。じゃあの端っこのあの、うんうん、あのくるぶしの綺麗なお姉さん。くるぶし端っこ言えないだろ。誰ですか。お前見えてないだろ。どの方ですか。くるぶしくるぶしの綺麗その顔のお姉さん、あの人をモバブリがチョイスするってこと。この最前列の、最前列のお姉さん。あ、はい、じゃあお姉さんにしよっか。もうじゃあ大丈夫ですか。はい、じゃあ、あのリーダーが最近気になってるニュースは何でしょうか。北朝鮮問題絶対に出てこない。北朝鮮問題絶対に出てこないよあいつからは。では、リーダー回答お願いします。はい、変な生き物何ですかそれ。正解、ほぼ正解。いやいや、ほぼ正解じゃない、ほぼ正解じゃない北朝鮮問題イコール変な生き物だと。確かにちょっと深い。まあまあそれ確かに、まあまあまあそう、ね、含まれるそれ含まれる。これリーダーにやっぱりあの大きなくくりで。大きなくくりで。じゃあもう正解ということでいいですか。正解性、もう相撲もしなくていいんじゃないかな。どうするんですか。なんでよ。じゃあちょっと、でも正解ということで、4名の方ちょっと終わったらブースの前に来ていただいて。権利を得たということですね。はい、ちょっといろいろ話し合いしましょう。はい、おめでとうございます。はい、ということでちょっともうそろそろすいません、うん、お時間と、なってきましたので。早いね。はい、もしよければじゃあもう大和さんから順番に、うん、今日の意気込み改めてちょっとお願いします。やっぱり今日は本当にね、あの県外の方からも、はい、いっぱい来てくれたということで、本当にもうこの日のために僕たちはいろいろ準備をしてきて、いろんな犠牲を払ってですね、テレビズナイトのために、一生懸命企画してきましたので、まあ、それこそね、この沖縄の天候は独特なんで、はい、このすぐ通り雨とかも来たりしますし、こんな暑い湿度もすごくてですね、水分補給も忘れずに、ご飯もいっぱいあるし、まあ、自分のペースでですね、楽しんでもらって、で僕たちはもうこのおもてなしといいますか、はい、一生懸命楽しい企画をこれからも準備してますので、はい、自分のペースで怪我なくね、楽しんでいってもらったらいいなと。で最後にパンツさえ見せてくれれば僕はもうそれでいいんで、はい、よろしくお願いしますありがとうございます。はい、ではナオさんお願いします。はい、もう頭から あの本当に通信中がもう本当にね、絶対面白いと思いますので、絶対頭から来てほしいですね本当に。なんかそうすごい、やっぱ準備の段階から見ててすごい面白そうだなと思うの で絶対頭から見てもらいたいですね。リーダー、あのね、質問はね、意気込みなのよあ、まあ、ポイントとしてね。そう、ポイントとして、ね、最初からそうそうかましましょう。最初からこのイベントは楽しいぞっていうことですね。なるほど、いいですよ、はい、思いの丈が伝わってありがとうございます。はい、ではヨウさんお願いします。はい、まあ、ライブはもちろんそうなんですけど、フリースローで優勝したいです今年は。もうすぐ始まりますね。この後ありますからね。はい、この後ありますので、はい、頑張りましょう。ありがとうございます。はい、じゃあリョウさん、はい、お願いします。投球場が最後なので、やっぱいい終わり方をしたいなと思って、そこに気持ちを込めてやりたいなと思っております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最後でございます。はい、ではひろきさんお願いします。はい、このイベントっていうのは本当になんて言うんでしょうね、みんなで作っていくものだと思いますから、僕たちもその辺フラフラしてますし、本当にみんなで今日一日いい思い出を作れたらいいなと思っております。まあ雨がもしかしたら降るかもしれませんけども、それも含めて一緒にね楽しんでいきましょう。今日は最後までよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。このということでね、まあこの後テレビズナイト始まっていくわけですけれども、はい、うん、はい、皆様本当に最後まで、まあ、安全に楽しく盛り上がっていければと思います。はい、それではオレンジレンジの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。以上、会場内ラジオ公開収録でございました。この後は後ろでバスケットやっていきますので、はい、はい、盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。いいね、海水じゃん。
ラジオの公開収録を行いたいなと思っているんですが、皆さんちょっともう時間は早いですけどね、テンションはどうですか？いけます？オレンジレンジの皆さんにねえ、俺もや登場してもらいましょうか。どうもオレンジレンジの皆さんです。はい、よろしくお願いします。いや、今日はフルメンバーの参加ということで、一人ずつ自己紹介してもらえますかね。はい、じゃあ山さんの方から。どうも、舘ひろしです、よろしくお願いします山さんからって言ったのにね。はい、じゃあ続いて、はい、直人です、お願いします。できればマイク持ってもらっていいですか？人一倍マイクを持ってもらっていいですか？直人です、お願いします。よろしくお願いします続いて、よです、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、はい、リオです。よろしくお願いします。お願いします。そして、ヒロキです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで、いやもうずっとね、うん、まあ、ある意味1年かけて準備してきたこのテレビズナイト017ですけども、そうですね、うん、始まりましたね。始まりましたね。リオさん、どうですか？まだ始まって間もないですけども。まあ、間もないけど、この空気感。でもなんか、やるべきことはずっとやって、できたし、はい、あとは楽しむだけなんで、うん、結構すっきりしてますよ、ね、うん、山さん、はい、この闘牛場っていうのはもう本当に我々の地元ど真ん中ですよね。そうなんです、はい、我々の地元ど真ん中です。オウム返しですけども、このやっぱり思い入れも強いでしょ。思い入れも強いですよ。強いですよね。もうそれはもう、学生の頃、うん、この闘牛場で、うん、ピースフルラブロックフェスティバルっていうね、はい、うん、沖縄のフェスがあるんですよ、うん、このピースフルは多分っていうか、もしかしたらですよ、まあ、信じるか信じないかはあなたたち次第ですけど、はいはいはい、夏フェスの発祥とも言われてますから。おー、まあ、歴史はありますからね、はい、超長い歴史があってです ね、 ありますからね。この小さい頃は、うん、ここからお家まで聞こえるんですよ、ね、お家が近かったもんで、はいはいはい、だから、まあ、沖縄のバンドマンはもうここに憧れてですね、うんうん、ピースフルに出たいという思いでね、はい、みんな一生懸命頑張ってましたよね、うんうん、そういう音楽イベントが行われている場所でもあり、そう、まあ、元々は闘牛が行われていた場所ということですけども、はい、やっぱそういう場所がなくなってしまうという、うん、寂しさもあり、うん、最後にいい思い出をね共に作れたらいいなと。そうだから今日闘牛来てるのを見た、みんな。あ、ねえ、あっちにいるでしょ。いますもんね。そうそうそう、はい、あれが普通にこの辺で散歩してるわけよ。おお。闘牛が散歩してて、うんうん、ポンジョーのお父さんが闘牛を散歩させてた。ちょいちょいポンジョーって出てきますけども。ポン同級生、ポンジョー、ね、ポンジョー。友達、はい。ポンジョーのお父さんは闘牛を散歩させてて、はいはい、よく闘牛がうんこするんですよ。おお。当時はうんことか片付けなくていいっていうか、はいはいはい、もう本当にこんな山盛り当時はとかあるんですかねそれお前だけの見解じゃないか、それ。歩きながらうんこするんですよ、うん、おそこがまあまだそういうのにね、今日のポイントかな。うるさくない時代でしたからね。今日のポイント、今日のポイント、もしかしたら今日ね来てるこの闘牛もすごいやっちゃう。